カメチャンネル。はい、こんにちは、サロンです。前回はですね、この自作プレートホルダーを使いまして、荷重でのチンニング、荷重ディップス、荷重したカーフレーズ、そういったものを、まあ、ご紹介、いたしました。それでですね、ちょっと今回はそれとは別にですね、自作プレートホルダーを使って、このね、パワーラックにこういったね、滑車をつけまして、ケーブルトレーニングというものをちょっと今回、まあ、私やってますので、そういったものをですね、ご紹介してみたいと思います。それではですね、早速このパワーラックに設定していきたいと思います。はい、まず前回ね使ったこのロープ、これをね、上の鉄棒部分に引っ掛けていきたいと思います。この団子をですね起点にして、回していきます。団子ね、団子起点にしてちょっとね回していきます。よいしょ、もうグリングリに回して、もう一回できるかな、もう一回回していって、そこでですね、まあ強度のあるね、カラビナ、こういったものを設置してみます。これ、カシア、まあ、プーリーですね、ホームセンターでね、これ、まあ、結構安く売ってますので、このカッシャの強度は、まあ、450キロですね、耐えられるカッシャですので、十分安全にね、トレーニングすることができます。またね、こういった、角度も調整できる機能ついてるんで、結構おすすめです。値段はね、1500円とかそのぐらいだったと思います。ステンレスですね、ステンレス製です。はい、それではこちらにこれを設定してね、設定してロープですね、ロープをこの滑車にね通していきます。はい、滑車に通していって、OK ですね。このロープの端末にね、まあ何でもいいんですけど、輪っかを作っていきます。これね、まあ、今回は萌え結びってやつでね、作っていきたいと思います。輪っかにします。輪っかにしたら見えますでしょうか。下から上にね通す、そして、ぐるっと回して、でこの大元のね、ロープに通します。そして、ここに通すね、通す、この形ですね。これがもやい結び、という結びになります。ここにね、今度はですね、前回、ご紹介しましたハンドルですね、ロープリーハンドルというのを設定していきます。ここにね、まあちょっとこういった形ね、ロープリーハンドル設定します。こういった形ですね。でこれで設定で、はい、今回もね、このような形、で、プレートホルダーに、まあ、40キロの50キロですね、50キロ設定して、ここに、まあ、前回ご紹介しましたプルージックヒッチという結び方で、カラビナを設定して、50キロのウエイトを設定してみました。ここにね、さっきのプーリのハンドルがあって、で先端にね、今度先端説明していきますね。滑車ありますよね、滑車があって、ここにもプルージックヒッチという結び方のカラビナをつけたものをね、設定してみます。見ました。はい、ここにですね、このさっきのね、カラビナ、これを通しましたね。これをね、設定します。こ
これで OK。 これで、まあこの今ロープ、まあ抜け防止ということですね、何か結んでちょっと抜け防止に結んでもらうといいのかなと思います。まあ一つ団子結びでもやってもらえると、このプロジェクトがストーンと、まあ、抜ける防止になるということですね、こんなあたりを処置していただければなお安全になります。これで、設定完了。はい、それではね実際に、筋トレしていきます。今回ねロープウリじゃなくてハイプウリになりますね。ハイプウリになるんで思いっきりこう体を寝かせて、水平になるべく寝かせて、胃袋のこの辺に、引いてですね、広背筋の、まあ、中央とか下部とかその辺を意識してね、ちょっと効かせていきたいと思います。よし、こんな形ですね。結構このケーブルトレーニングね、これでちょっとどんどんウエイト軽くして最終的に、できなくなるまでね、実施するんですけど、最後のチンニングやって、トップサイドデッドやって、ベントローやってね、で最後これやるとね、もう背中いい感じに、自分の場合は効きますので、と最近のね、お気に入りのトレーニングになってます。もう一種目ご紹介します。今度はね、ハイプーリーケーブルカーブですね。ハイプーリーのケーブルカーブ、これね、さっきのですね、まあハンドルを今度まあカールとしてね、まあ、こういった通常のカールでのハンドルとして使います。でこれをね、まあ、普通に、カールするわけでだけなんですけど、まあこれだけなんですよ。よいしょね、まあこれを実施してます。通常のね、ダンベルカールのカールですね、ほらこう収縮しちゃうと、もうこれだと荷重抜けちゃうんですよ。なんですけど、ケーブルカールの場合はね、最後の最後まで、収縮して、もうこの時点でもう筋もう入るんですよ、ここにガッと最後にね、なんで二頭筋の、まあ、最終的な追い込みでね、ちょっとやるとかなりこのトップの二頭筋の部分に、入る感覚がちょっと気に入っております。なんで、結構ね、簡単にできますので、まあ参考にして、見ていただければと思います。今日はですね、まあこういった形でですね、自作プレートホルダーを使ったケーブルトレーニング、通常のハイプーリーでのね、背中のトレーニングと二頭筋のトレーニングをご紹介いたしました。それではまた今後もね動画を上げていきたいと思います。さよなら。